はい、皆さんこんにちは、シナタンです。突然ですが、私最近あるものを2つほど買いました。それはどこでしょうか？はい、もうお気づきの方はいると思うんですが、まず1つ目は髪の毛を切りました。じゃらーん。ちょっと今日黒の服を着ていてあんまりわかんないかなと思うんですけど、だいぶ髪の毛を切ってきました。こんな感じです今。今ちょっと巻いてるっていうのもあると思うんですけど、だいぶ短くなりました。はい、こんぐらいですね。胸上ぐらいです今。こんぐらいにしました。もうツイッターとインスタグラムとかライブとかではみんなにお知らせしたんですけど、 YouTube ではまだしてなくって、ちょっとどうですかね、大丈夫ですかね。もう冬になるということで、そろそろイメチェンをしようかなと思って思いっきりいただきました。本当はね、もう少し短くてもいいかなと思ったんですけど、今回カットモデルをやらせていただいたので、とその関係上こんぐらいの長さにはなってしまったんですけど、でもすごく気に入っています。この長さめちゃくちゃ可愛くてすごいいい感じです。でも何よりも本当ドライヤーが楽すぎて、今まで結構長かったので結構時間かかったんですけど、髪を切ってからすごくドライヤーの時間が短縮されました。はい、一つ目はこの髪の毛切ったよっていう報告です。で、二つ目がちょくちょく質問とかでもいただいてるんですけど、最近カラコンを買いました。はい、私が今使ってるカラコンはこんな感じです。はい、最近カラコンを買えたんですけど、今回私が購入したカラコンがエンジェルカラーのバンビシリーズマンスリータイプ、私は1ヶ月タイプを使っています。私目悪いので度割りのヴィンテージブラウンというのを使っています。もう本当にこのカラコンに変えてからすごく盛れる気がします。プリクラはこんな感じなんですけど、もちろんプリクラでも盛れるし写真でもすごく盛れます。で、サイズが意外にも 14.2mm で、着色直径が 13.4mm になってます。割と小さめのカラコンで、縁もそんなにしっかりしてないタイプなんですけど、すごく目がクリクリに見えます。で、結構発色もいいので真っ黒に見えるわけでもなく、すごいなんか透き通ったような目なんですけど、すごくクリッとしてお人形さんみたいな目になれるので、最近私これをずっと愛用しています。もう本当に最強のカラコン見つけたってツイートしたら、結構何のカラコンですかってすごく質問いただいたので、今回動画にしてみました。で、カラコン紹介の動画も1回撮ったんですけど、ちょっと重すぎて編集ができなくって、その動画ボツになってしまったので、また、ちょこちょこ何種類かに分けていろんなカラコン紹介していきたいなと思ってるので、ぜひぜひ楽しみにしといてください。こんな感じで今回は私の最近起こった変化、最近変えたところを2つご紹介しました。結構コメントでも気づいてくれた方がいて、とても嬉しかったです。ありがとうございました。最後まで見てくれてありがとうございました。また次回の動画を見てくれると嬉しいです。ではバイバーイ。